なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。何嫌いなんですか。アイアンとトモですか。そうそう、トモは一緒ですからね。もう一緒ですね。アイアンとトモです。アイアンとトモで、はい、今日はお送りしようと思います。何ですか、何ですか。はい、ちょっと今日はですね、はい、答えは知らないんですけど、はい、なんでだろうっていう疑問をみんなで考えようっていう、はい、いや、答え出せないんですか。いや、僕はなんでなんやろなって思う。だからね、はい、うん、視聴者の皆さん答え知ってるかもわかんないですよ。ああ、じゃあ解決できたらいいですね。まあいいですけどね、はい、まあ、あとは僕が納得するかどうかとして。はい、わかりました。まあ、じゃあまず一つの、はい、なんでだろうって思ったのが、はい、僕サッカーの試合見に行った時に、はい、去年かな、夏にチェルシーが来日してて、はい、その横浜の日産スタジアムにチェルシー対フロンターレの試合見に行ったんですよ、はい、で見に行った時に思ったのが、売り子さんがほぼいないっていう、ビールとかジュースとか、よく野球場だったらビールとかあるじゃないですか。いや、めちゃくちゃいっぱいいますよ、ね、もうビールなんて各メーカーがね、はい、アサヒキリン、恵比寿みたいな、札幌みたいなのもあるし、ハイボールもあるし、ソフトリも売ってるし、ウイスキーとか売ってたりするじゃないですか。はい、売ってますね。でジュースもあるし、はい、あとなんかホットドッグとか、うん、いろ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 、はい、っていうかもう常に視界にいますよみたいな。プロ野球チップスもね、買えますしね、いろいろあるじゃないですか。確かにサッカー、サッカーなんか僕見に行ってて、夏の暑い時だったんですよ、はいはい、あれ確か8月だったかな、去年の、うんうん、で見に行った時に、はい、超蒸し暑いしめっちゃ暑かったんですよ、はい、で子供とも一緒に行ってて、なんかちょっと水でもなんでもいいけど飲み物飲みたいなと思っても、はい、エンドレス売り子さんいない。え、で売店あるんじゃないですか普通に。でも売店も野球場に比べたら全然ないですよ、はい、まあ確かにそうですね。だから僕ハーフタイムになって、はい、ハーフタイムになりました、うん、はい、で子供がその喉乾いたとかって言って、うん、じゃあ売店買いに行こうって言って、はい、2階上の席だったんですけど、はい、そこまで階段降りて行って、はい、でそれで、まあ、売店もなくて、はい、並んだらかき氷食いたいって言って、はい、かき氷めっちゃ並んでるところをめっちゃ並んで、はい、で、買ったらもう後半20分待って後半20分残り25分間見れない。だってハーフタイムになってから買いに行って、だから要はハーフタイムと20分かかってかき氷がやっと買えるんですよ。だ売店が少ないからか。もうだってその売店にめっちゃ人並んでましたもん。へえ。売店って言っても、はい、なんか敵屋さんみたいに、はい、野球場でいう売店っていうのがあるわけじゃなくて、はい、なんかその机で、ね、こういうやつがこの上に並んでかき氷とかもなんかウェーっていうやつがあるだけで、はい、逆に反対に氷がなくなったとかって言って、はい、みたいな、こんなになったのにみたいな、はい、でもう1人1個までにしてくださいみたいな、はい、いやでもですよ、サッカーって時間決まってるじゃないですか、はい、で野球だったら2時間半の試合もあれば、はい、4時間かかる試合もあるから、うん、まあやっぱり売り子さんとかが売店とかがないとまあまあダメだかもしれないですけど、うん、サッカーだったら45、45って決まってるんで、じゃあそれを見越して、うん、なんかもう自分で持っていけばいいんじゃないですか。え、その限りあるじゃないですか。そんなってキチキチのところにそんなクーラーとか持っていけないとかって、まあ、そうですけど、こんなクーラーが近づいて持っていけないじゃないですか。あ、まあまあね、冷たいもの見たいですよね、はあ、はい、ってなった時に、で売店買いに行ったら最後、はい、もう、はい、後半20分する、はい、そうですね。え、これどうなんて言うって、はい、なんでもっと売り子さんとか、はい、じゃあビールいかがですかとかジュースとか、はい、スタンドにおらへんのかなっていう、もうこれなんでなんかなってずっと思ったっす。確かに野球のスタジアムってめっちゃ売店ありますね。いやだって下手したら、はい、そのコンコース、はい、ポールからポールまでありますよね、ずっと、はい、ね、ほぼずーっとボールからボールまであってセンターにもあるじゃないですか。そう、しかもマリン の外野とかも外野専用のところもありますね。ああ、私あそこのもつ煮込み好きなんですよね。美味しいですよ ね、 そうね、おじいちゃんがやってる、はい、なんかもつ売ってる場所が何個かあって、ああ、私それ食べに行くのすごい楽しみですよ、マリン。だからそう、なんかどうやってそんな買うのに、はい、30分並ぶとかないじゃないですか、うん、ないですね。かき氷とかでもいろんなところでかき氷売ってたりとか、はい、うん、いろんなところでジュース、ビールとか、はい、食べ物とかプラス売り子さんめっちゃいますもんね、はあ、だからそのいわばプロ野球って一歩間違ったら、うん、トイレ行かなかったら席立たなくていいと思うんですよ。はいはい、確かにそうですね。売りに来てくれるから、はい、
食べ物でもホットドッグとか、はい、お菓子とかポップコーンとか、はい、売りに来てくれるじゃないですか、はい、最近食べ物でもちょっと少ないかな。いやいや、だってZOZOとかだったら、はい、ZOZO、まあ、マリンだったら、はい、近藤さん、近藤さん見てますか、売り子の近藤さんっていう人が、はい、あのホットドッグ売ってます。あ、ホットドッグ売ってますか。はい、そうなんだ。だから それは本当、その時見に行って、はい、これって J リーグの試合じゃないから売ってないのかなとか、はい、あ、そのチェルシー対フロンターレっていう、うん、まあ、いわば親善試合的なやつですよね、はい、うん、だから売ってないのか、うん、何なんかな。なんかグッズショップとかもなかったですもんね。いや、でも私 J リーグベガルタ仙台とか見に行ったこともありますけど、いや、そんなに売り子いなかった気がしますよ。やっぱりだからなんか子供になんか、はい、応援グッズみたいなのを買ってやろうかなと思っても、はい、そう、売ってるとこもないんですよ、はい、僕が見つけれなかったかもわかんないですけど、まあ、野球に比べたら少ないと思います、うん、いや、まあ、でもただですよ、私は思うんですよ、うん、野球って、まあ、野球の面白さでもあるんですけど、見どころが分かりやすいじゃないですか、はい、今チャンスだとか、はい、交代だから今さ好きなチーム、まあ、その守備だから、はい、まあいいかとか、はい、分かりやすいけど、サッカーってずーっとこう動いてるじゃないですか、はい、45分間、はい、だからいつゴールが入るか分かんない。だって野球だっていつホームラン打つか分かんないですよ。いきなり全然シーンとしてノーヒットでシーンとしてて打率1割ないんですか、ホームランカーンってホームラン打つ時たまにあるんですから。まあそうですね、はい、ただあれですよ、野球はバッターの入れ替わる時間とかもあるわけですよ、はい、登場曲流れてる時間、はい、サッカーはずーっとこうなってるんで、でも今の、はい、ボールがゴールして、はい、ずーっとビューって横ってボールがアウトしたらちょっとあるじゃないですか、時間数秒でもすぐ走ってくる。あとなんかこうやって「ディ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 」って言ってなんかすごい3分ぐらい止まる時とかあるじゃないですか。いや、でもそれがいつ来るか分かんないじゃないですか、はい、その時に売り子さんが、だからこそ売り子さんがいた方がよくないですか。そう、だから行けないから、そっか、そので野球だったら、はい、イニング間の間とかにトイレ行ったりとか、はい、じゃあご飯買いに行ったりとかジュース買いに行ったりできるけど、はい、サッカーってイニング間がないから、うん、だからこそ逆に席にいたまま帰るのがあった方がよくないですか。なるほど、アイスとか。そっか、なんかサッカーって点が入らない試合とかもあるじゃないですか。だからもう1点がものすごく貴重なわけですよ。だその1点を見逃しちゃいけないから、みんなずっとじっくり見ててねっていう意味で売り子さんがいないって私は今思った。いや、でももう喉カラカラつる。ペットボトル持ってきてよっていう。そんなにもうだこうクーラーそこは冷たくなくてもいいじゃないですか。いやいやいやいた方がいい。だからその、うん、あのゴール裏、はい、こう旗グワーってやったりとか、はい、ってやったりする人たちは、はい、だから外野で言う、野球で言うと外野ですよね、はい、の人たちはいらないかもわかんないですけど、はい、あのメインスタンドとかバックスタンドってこう、はい、ゆっくり行こうって見たい人は家欲しいですよね、はいはいはい、そう、まあまあ、そうですね。だってビールとか缶ビールいっぱい持っていけないでしょ、スタンド内でそんなのそうですね。いや、でも なんでなんでしょうね、なんで少ないんでしょうね。あれ本当に、うん、なんでなん、もっと行ってもいいのになと思ったりとか、うん、もっと売店とか、はい、あったらいいのにな。あとその時思ったのが、はい、まあ、チェルシーってあるからか、はい、全部英語表記だって。何がですか。あのこう英語表記だったんですけど、はい、あの常に選手が出てないんですよ、あのそのビジョンに、はい、あの動いてる映像とかに変わるん で、はい、でそうなってきた時に、うん、僕とかまだそこまで詳しくなかったりとか、うん、チェルシーとかもね、その超有名選手は分かりますけど、はい、あの誰が誰か分かんなくなった時に、うん、あいつ誰かなっていうのも分かんないっていう。ああいや、私あれですもん、サッカー見てても、もうサッカーってこうなるじゃないですか。だからあの、まあ、背番号と名前ぐらい書いてくださったら嬉しいですね。でも全然わかんない、野球ってポジション決まってるんで誰がどこにいるかわかりますけど、サッカーって本当見てってちょっとわかんなくなっちゃうんですよね。だから誰が誰かみたいな、うん、こうなんかもうでネットで探して、はい、こうビジョンに出てないから名前がこうみたいなんで背番号を見てみたいな。あれ J リーグの試合出てなかったかな。出てる時あるんですけど、はい、そのなんかあの映像に変わる時もあるんですよ。あ、常に出てないんですよ。常に野球だと常に出てるんですよ、はいはい、だからこうクロートファンにはいいですけど、はいはい、素人だと誰が誰か分かんなくなって、はい、難しいなみたいな。そうですね、探すのがみたいな。まあでも野球もずっと出てるからこそ、なんか合間のもうちょっとアップでリプレイ映してみたいな時もありますよね。なんか映像リプレイがもちろん出る時もあるんですよ、出ない時もあるわけですよ。なんかもうちょっと映像を映してって思う時もあるのかな。どっちもどっちですね。映像じゃないです、名前をずっと出してほしいですよ。名前、うん、
野球ずっと出てるじゃないですか、はあ、名前、はあ、だからこそそれって消えないじゃないですか。そのでも映像出るときたまに消えるとこありますよね。え、消える楽天とかいいじゃないですか、あんなでっかいやつが宇宙間にあるから。そうそうそう、あれめっちゃいいじゃないですか。なんか画面今すごいなんかいろいろ福岡のね、はい、今年がペイペイドームかもうめっちゃでかいしね。あった、この間行ったら、はい、そんなんなんでやるなって思うっていう、売り子さんとか持っていたらいいのになって思ったっていうね、うん、まあそうですね。 あとは、はい、さっきなんて言ってましたっけ。あ、ホームアンドアウェイ。ああ、そう、なんかよくスポーツで、はい、なんかアウェイは大変やって言うじゃないですか、うん、そっか、アウェイ、うん、アウェイの方が勝率低いんですよねとかね、うん、アウェイの対戦は大変やって言うんですけど、はい、国内だったとしたらね、はい、もう変わらへんやんって思うんですよ。アウェイもホームもみたいな、そんなにホームビジター変わります？全く変わらないです、僕はね。まあ、球場によってやりやすいから、そうだね。大体ホームが一番やりにくいですからそうだった、そうでしたね。ホームが一番やりにくいですから、もうビジターの方が楽っすもん、その精神的ストレスは。え、でもだからよくなんかサッカーとかだからアウェイを僕ね、はい、その日の丸つけて海外行った時は、はい、初めて海外行って初めて、ああアウェイって大変やなと思ったんですよ、うん、だから海外は分かるんですけど、はい、国内日本ってそんな国土広くないんじゃないですか、はい、アウェイって大変なんかなっていう、うん、そんななんか別にそこまでどうなんかなっていう、うん、なんか私なんか見たことある、これ全然正しいとか全然わかんないですよ。でもそのずっと走ってる競技じゃないですか、 あんまり止まったりとか、なのでなんか気候のその環境、うん、気候のなんか影響を受けやすいみたいな、だからいつも寒いとか暑いとかとかですかね。野球も一緒ですよ、所沢さんの方に行ったらすごいですからね、はい、夏はもうサウナから春先とか寒い寒い、夏とか行ったら走ってますからね。じゃああれじゃないですか、その芝とかもやっぱ違うじゃないですか、うん、まあ、野球も天然芝だ、人工芝だ、人工芝でもクッションいいところとか悪いところとかあるし、はいはい、あとマウンドとかでも球場によってそのルール一緒なのに若干傾斜が違うとかっていうところもあるし、球場の広さだって全然違うし、まあそうですね。サッカーでいうと、はい、今日やたらゴールでけえなっていうのが嫌ですよそうそうか、はい、得点めっちゃ入るんですよ、だから今日やたら球場狭いなみたいな、はい、うん、今日いや球場広いなみたいな、ゴールポストは小さくなるみたいな、はいはいはい、あ、なんかフィールドが広がる狭まるみたいなもんですか野球って、はい、だからなんかそのアウェイって大変なんかなっていう。でしかもはい、アメリカのプロスポーツチームは、うん、はい、そのお客さん、はい、ファンの声援とかのアウェイはすごい大変だと思うんですよ、はい、僕が大好きな NFL は、はい、そのホームのファンが 90% ホームのファンしかいないんですよ、はい、そのスタジアムに、うんうん、そして相手が攻撃してる時にクラウドノイズって言ってその声出して、その相手の作戦、相手の声がけとか、はい、その声の伝達を妨害するっていう、うん、飛行機のジェット音より大きい騒音が出るんですよ、デシベルが、はい、今年のチーフスとかだと、はい、飛行機よりも140デシベルぐらいの、はい、が出て、うん、その相手の攻撃をのその声掛けを伝達を防いで、はい、そのミスを誘うとか反則を誘うっていうののファンの証があるんですよ、はい、だからそのホームチームが攻撃してる時、うん、シーンですからね全員声出せないですそうっていうぐらいの、はい、ホームアウェイのこう違いはあるんですけど、サッカーもでも多少あるんじゃないですか、やっぱり声援、ファンの声援の違いっていうのは。でもやっぱ日本狭いんで、うん、そのビジターね、アウェイでも来てくれてるじゃないですか。でもやっぱりホームの方が多いわけですよね、声援が。でもそんな、うーってサッカーもクラウドノイズあるのかな、そうなんか声援でかいとコミュニケーション取れないですかね。あ、でもそういうのはないと思いますけどね。でしょ、こうなんかね、ファンの声援が力になるっていうのを、おだだらららららららって応援してるのがやっぱり、それはまだ二軍二流ですよね、その思いはそうですか。僕クラスになってくると、はい、テレビの向こうの声援も受け止めてるんで、そうなんですか、はい、僕クラスになるだからその球場のファンの人の思いしか受け止めない人はまあ二流ですよね。僕クラスになるともう球場来てない人の声援も受け止めてるんでその思いを胸に戦ってるわけですね。そうそうそうです、はい、逆にシーンってなる方が楽しいですけどね
全然ないみたいな。ホークスとかの、ね、福岡めっちゃ入るじゃないですか、はい、なんか、うん、打つじゃないですか、はい、コンマ何秒ですけど、はい、一瞬シーンってなるんですよ。へぇーはっ、はい、で、ホークスの方はあってやってシーンってなって、はい、あのロッテの方はおっってなって一瞬シーンってなって、はい、そっからこっちだけがグワーってなるんですよ、はい、あのビジターの大観衆 の、うん、あのビッグゲームで活躍した時に、はい、コンマ何秒シーンってなるのが楽しいですか。へぇえ、そんなところまで感じてるんですね。はい、一瞬シーンってなって、はい、ドワーなんですよ、はい、ホームのファンの人が、はい、やっぱでもそのぐらい声援を楽しんでるわけですよ選手も、うんうん、だからあのサッカーのファンって結構熱い方多いじゃないですか、うん、まあ、野球のこと熱いですけどなんかその乗り出して選手になんか声かける人がいるじゃないですか。お前頑張れよみたいな。そうですね、はい、だからなんか、ま、ホームで負けるとちょっと言われるの怖いとか。じゃあアウェイの方がいいですよね。はい、だからホームでは負けられない、だからホームの方の勝率がいいとか、うん、そんな感じですか。分かんないよ、もう。だからなんかその、ね、はい、だから別にサッカーだけじゃなくて、いろんなところでアウェイって言うじゃないですか、はい、でも海外はアウェイ、すごいね、はい、その食事だったりとか、時差だったりとか、はい、それとか気候とかね、はい、あとはなんかその、宿舎を騒音で相手のファンがとかね、はい、っていうのも聞くんで、それはあるかなと思うんですけど、うん、日本ぐらいの国土の狭さだったら、そんなアウェー関係ないんちゃうかって思うんですよね。まあでももしかしたらホームが苦手なチームとかも J リーグでいっぱいチームありますから、うん、あるかもしれないですしね。そうですね、ちゃんと成績見てないから分かんないですけど。だからね、はい、この動画はね、はい、リレー形式です。那須さんに来ていただいて、はい、コラボ企画ということで、僕の率直な疑問は、はい、J1 と J2 で、はい、どんだけ待遇違うんやっていう。ああ、そういうことですね。ちなみに那須さんの、はい、ここは嫌いだった球場、スタジアム知りたいですね。ああ、なるほど。